おうおうおう、姉ちゃんよ姉ちゃんよ、綺麗な目してるじゃねえか。そしたらこの美しい目をあなたに差し上げましょう。その目ん玉をですね、ぎゅーっと出して、はい、私の内臓をあげるわよと持ってくるわけなんですね。アナンダはどうしていたかというと、ポロ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 と涙をこぼしていくわけいるわけなんですよね。怠ることなく修行を完成せよ。この世で自らを島とし、自らを拠り所として、他人を頼りとせず、法を島とし、法を拠り所として、他を拠り所としてはならない、と。南蛮陀仏、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 南蛮陀仏。皆様ようこそお参りくださいました。本日もさくらんぼの仏教部屋の始まりでございます。前回はですね、花祭りをご縁といたしまして、お釈迦様の誕生物語についてお話をさせていただきました。今回はその続編と申しまして、ブッダ最後の旅と題しましてですね、その後半のお話を聞いていただこうかと思っております。このブッダ最後の旅といいますのは、もともと中村はじめ先生のですね、涅槃経の解釈、その言葉がですね、ブッダ最後の旅と題されていたんですけどもね、今日はそこからこのタイトルをいただきました。悟りを開かれました5人のビクたちとですね、このお釈迦様とのこの伝道の旅が始まっていくわけなんですね。そして最初はですね、マガダ国に伝道に行き始めましてですね、マダガ国のですね、ビンビサーラ王が帰依しておりましたカッサパ三兄弟というこの修行者がいるわけなんですね。その3人ともですね、自分の弟子にしましてですね、そして教団がぐっと大きくなってまいりました。そしてその次はですね、サンジャナの弟子でありましたサリープトラとモッガラーナ、まあ、いわゆるシャリホツとモクレンなんですけどもね、この2人の帰依によってですね、大教団となってくることでございました。そして故郷のカピラバスツの方に帰ってまいります。久しぶりに王様のところに帰ってまいりますブッダとなったお釈迦様です。そこには元妃でありましたヤショーダラと息子でありますラーフラがいるわけなんですね。ヤショーダラはラーフラに言います。ラーフラ、あのお方がお前のお父さんだよ。今からお釈迦様のところに行って宝物をくださいと言いなさい。言われましたラーフラはお釈迦様のところに行きます。お釈迦様、僕に宝物をくださいと言うんですね。この宝物というのは、ヤショーダラは、ね、お釈迦様自身は、ね、皇太子にもかかわらず出家してしまったんですから、ね、この今度はそのラフラが王位継承権を持つわけでしょ。ですからお釈迦様に、僕を王様にしてくださいという意味で言ったんですけれどもね。そこでお釈迦様はどう言ったかと言いますというと、ラーフラ、消える宝物が良いか、それとも消えない宝物が良いか。消えない宝物がいいです。わかりました、と言ってお釈迦様はラーフラを出家させてお坊さんにしてしまったんですね。怒ったのはお父さんの常煩悩ですよ。もうシッダールタは何を考えているんだと。自分が勝手に出家するのみならず、跡取りのこのラーフラまで出家させてしまうとはどういうことだと怒るんですけれどもね。さてこの時の消える宝物と消えない宝物って何でしょう。まず消える宝物というのは地位であり、名誉であり、財産であり、権力ですね。それが証拠にはお釈迦様在世中に、この釈迦国は、ね、隣のコウサラ国によって滅ぼされてしまいました。あっという間に消えていく宝物であったわけなんですね。では消えない宝物って何でしょう。お釈迦様が悟られました宇宙の真理ですね。それは仏教という名前によりまして、ね、インドを出て中国、朝鮮半島を渡ってこの日本にまで脈々と世界全国に伝わっていく、そして2500年伝えられてきた教えです。
そしてこれからも決して消えない宝物、これは真理、仏教であったということなんですね。そして国王ビンビサーラ王がですね、今度はお釈迦様に帰依をしていくわけなんですね。そしてそのマガダ国の首都でありました王舎城、そしてギッチャクータといいましてね、ギシャクス線、領受線ですね、そこなどを教えの根拠地としましてですね、中心に説法を行ってまいります。このマガダ国の王でありましたビンビサーラ王はですね、多くの妃を持っておりました。その中でもですね、絶世の美女と言われますのがケーマーという女性だったんですね。マガド国のクシャトリアの出身の女性でありました。このケーナーは絶世の美女でありましてね、壊れてビンビサーラ王の妃の一人となりました。多くのビンビサーラ王もそのね、大臣たちも皆仏教に帰依するんですけれどもね、この仏教に帰依するどころかもう話すら聞かないね、お釈迦様に会おうとさえもしなかったと言いますね、このケーナーは。そしてビンビサーラ王はですね、心を痛みまして、このままではケーマーはどうなるんだろうなと心配をしましてね、そしてなんとかこのお釈迦様と出会わせる策略を練るわけなんですね。ある庭園が綺麗なところがあるよ、ケーマーがそこに行った時に、そこにちゃんと座っていたのがお釈迦様なんですね。あ、お釈迦様だとね、見ててすぐ分かりました。しかしそのお釈迦様のちょうど後ろの方にですね、このシュロの葉っぱのこのうちわをですね、優雅に仰ぐ女性がいらっしゃったんですね。それは天女でありました。ケーマーの美しさもさることながら、その天女の美しさといったらないんですね。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花と昔からね、不死団でも申しますが、まあ綺麗だったんですね。ケーマーもそれを見て、綺麗な人だなと思っておりまして、見ております。するとですね、その天女がですね、みるみるうちに年老いてまいりまして、白髪の老婆になりまして、あっという間に老衰となって動かなくなったんですね。その姿を見てね、ケーマンは悟るんですね。ああ、私もこの美というものもやがて終わりが来るんだな、年老いてね、亡くなる日があるんだなということを悟ったっていうんですね。そして王様のところに帰ってきましたケーマーは言うんですね。どうだった、お釈迦様とお会いすることができたかと言いますと、言うと、はい王様、お願いがあります、私を出家させてくださいと言うんですねでも事実はですね、在家の女性信者であったと言われておりますけれどもね、でも在家の女性の信者でありながらね、アラカンカを悟ったと申しますので、これは非常に珍しいケースであったと言っておりますね。そしてそのケーマーとですね、もう一人仲良しの女性がいらっしゃったんですね。これがウッパラバンナーという女性なんですけどね、この方も綺麗であったと言いますね。この二人がですね、意気投合しましてですね、お釈迦様はこの二人の弟子のことをですね、最も優れた人だと褒めたたえたと言いますけれどもね。そしてケーマーとウッパラバンナはですね、シャイ城の郊外で修行しておりました。ある夏の暑い日のことでございました。二人で小川で水遊びをしておりますとですね、悪党がやってくるんですね。まあそういう、大体そういうもんですよね。ね、おーおーおー、姉ちゃんよ姉ちゃんよ、綺麗な目してるじゃねえかってくるわけなんですね。するとですね、ケーマーはですね、そうですか、あなたが言うこの目がそんなに綺麗でしょうか、そしたらこの美しい目をあなたに差し上げましょうと言って、何をするかと言いますと、言うと神通力によってその目ん玉をですね、ギュルッと出して、はいっとその暴漢に差し上げるわけなんですね。いやーっと悲鳴を上げる暴漢、もう一人のウッパラバンナーもさらにお湯をかけます。私の綺麗な肌を褒めてくれてありがとう、ではあなたに私の内臓をあげるわよと持ってくるわけなんですね。ほんでヒューッとなりました暴漢はね、心を、改めまして、お釈迦様の弟子とだったというね、すごい狂気方法もあったもんだと思うんですけれどもね、これがケーマーとウッパラバンナーの逸話でございました。
最初ですね、お釈迦様は女性の出家者のことを許しませんでした。女性には無理だと言っていたんですね。伝承によりますというと、最初のビクニ集団、女性出家者の集団といいますのは、自分の育ての親でありますおばさんのマハープラジャーパティ、その他500人の釈迦族の女性たち、これが一番最初の出家者であったと言われてありますけどもね。それでもですね、どうしても出家をしたい、ね、という彼女たちの思いをですね、見ていられなくなったのがそのアーナンダですね。そしてお釈迦様に進言をするんですね。どうかお釈迦様、私からも彼女たちの出家をどうぞお許しください。いや、女性の出家は無理だ。いや、必ずや彼女たちにも、ね、出家が叶うと思います。どうかよろしくお願いします、というその取りなしによりまして、女性信者、ね、出家者が誕生したということなんですね。実際にですね、その女性が出家をするということは、これはある意味危険なことなんですよね。それで女性一人で托鉢に回るということは非常に危険です。そして夜などはですね、その木陰などで休むわけですからね、野宿などするのというのは、男性と女性ではやはり女性の方が危険なわけですよ。ですから女性の方には戒律がたくさん設けられましてね、これもまたその危険だからということからではなかったかなと思うんですけれどもね。そしてお釈迦様のこの教団というのはどんどんと大きくなってくるわけなんですね。先ほどのビンビサーラ王ですけれどもね、これは漢無量寿経の中で詳しく説かれてありますけれども、その息子でありましたアジャセ大使によりまして、幽閉、閉じ込められまして、そして餓死させられてしまいます、ね。これは漢無量寿経で有名なところなんですけれどもね。そして自らの父を手にかけたということを非常に悔いました、このアジャセ王は、お釈迦様によって、救われていく。これは涅槃経に詳しく説かれているところであると思います。そしてですね、お釈迦様のこの故郷でありました釈迦国というのはですね、もともとコーサラ国のですね、属国のような扱いでありました。ある日、コーサラ国のパセーナディ王からですね、命令が来るんですね。高貴な女性を差し出せ、私の妃にするというんですね。それで普通に高貴な女性をですね、差し上げればよかったんですけれども、釈迦族というのはプライドの高い、民族でありましてですね、この申し入れが非常に気に入らなかったようでして、そして釈迦族は何をしたかと言いますというと、召使いの女を高貴な女性として偽ってパセーナディ王のところに送るわけなんですね。当時インドと言いますのは、この階級、カースト制度が非常に厳しいところでございますので、これは非常に、禁を犯してはいけないところだったらしいんですけれどもね。しかしそれを知りません、パセーナディ王はね、その釈迦国から来たその高貴な女性と結婚をしまして、そして生まれましたら、その王子様がビッドーダバ王子という子供さんが生まれました。すくすくと大きくなってまいります。そして一度も僕はお母さんの生まれ故郷に行ったことがない、一度釈迦国に行きたいということで、このビッドーダバ王は初めてお母さんの生まれ故郷の釈迦国にやってくるわけなんですね。あなた様が王子様ですか、ようこそ来てくださいましたという扱いを受けると思ってたんですけれども、どうもなんだかこうよそよそしいんですね。どうもこんにちは、初めまして、おじい様よろしくお願いしますって言っても、みたいな感じなんですね。あれ、なんかおかしいなということに気がつきます。よくよく聞いてみますというと、召使いの女をパセーナディ王のところに送ったというのも分かりましたね。そしてそこで非常に、王子は馬鹿にされる態度を取られたということを根に持ちましてですね、今に見ておれ釈迦族ども、ね、私が王様になった暁には必ず釈迦国を滅ぼしてみせるという誓いを立てるんですね。先ほどのマガダ国の王でありましたビンビサーラ王は息子に殺されます。そしてこのまたパセーナディ王もですね、コーサラ国のパセーナディ王もまた似たような境遇なんですね。そのビッドーダバ王子はですね、早く王様になって釈迦国を滅ぼしたい
という野望がありますので、大臣たちをみんな自分の味方につけまして、クーデターのようなことを起こします。そしてそのパセーナディオは、一体どういうことなんだと言いましても、もう大臣たちはみんなその王子様の味方となりまして、ね、お城から出されてしまうんですね。行き場を失いましたパセーナディオは、お釈迦様しか頼ることはできません。そして遥か遥か遠くの旅路をですね、テク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 歩いている途中で病を受けて非業の死を遂げてしまったというんですね。お釈迦様に帰依しましたマガド国のビンビサーラ王、そしてコウサラ国のパセーナディ王、両方の王様はですね、息子にほぼ殺される形となってしまいました。ここで注意していただきたいのはですね、仏教に帰依したら、ね、みんな非業の死を遂げるとは思わないでくださいね。このような大変なことが起きるというのが当時のインドの現状であったということです。当時のみならず、私たちが生きるこの世界というのはですね、何が起こるかわからないということを暗示しているようでございますね。そんな中で徹底的に心と行いを浄化して、ね、そんな苦しみの中でも決して壊れない心を作っていくというのが、この仏教の見教えでございました。仏教に帰依したら災いに遭うことがありませんよ、いいことばかりですよ、などという宗教ではないんですね。世の中の幸であるとか不幸などというものは、季節が巡るように次々とやってくるものなんですよ。幸せだけを願おうとしても、それは無理ですよ。風水のような占いのようなことではないんですね。苦悩が来た喜び、来ては去っていくというのは、これは当たり前のことなんだと。そんな中でも大前として、ね、静まり返った心の境地を求めていきましょうね。もっと言えば、人々への慈愛に満ちた心を養いましょうね。それが本当の仏教であったということなんですね。さあ、それでは涅槃経の内容に入っていきたいと思います。お釈迦様ももう80の宵を迎えられまして、最後の旅に出ようとしております。やっぱり年を取りまして、命いくばくもない、そういうことになりますというと、やはり自分の生まれ故郷に帰りたいと思ったんでしょうか。お釈迦様は生まれ故郷のカピラバスツ、まあ言えば今でいうネパールをですね、目指して旅に出るわけなんですね。お釈迦様は弟子のアーナンダに言うんですね。悟ったブッダというのはですね、いつまでもこの世にとどまると思えばとどまることはできるんだよね、って言うんですけども、その時アーナンダはこの悪魔によってですね、こう見入られておりまして、ぼーっとしてたと言います。アーナンダ、ブッダというのはいつまでもこの世にとどまろうと思えばとどまることだってできるんだよ、ということを3度言いましても、やっぱりアーナンダはぼーっとしてたんですね。わかりました。3ヶ月後涅槃に入ると、自分の涅槃に入ることを予言するんですね。そしてアナンダはポツリとこう言うんですね。いや、よかった、まだお釈迦様はこの世においででくださるんでしょうね。だって素晴らしい聖者というのは、この世を去る時には、ね、大切なことを言い残してから去っていかれるだろうと思うからです、って言うんですね。するとお釈迦様はこう言います。お前何を言っているんだ。工場に勤めた人というのは、工場というのはね、上に向かうと書きましてね、上を目指して、勤めていった、努力した人、このことをタターガタって言います。後にこのタターガタというのは如来というふうに訳されるんですけども、上に向かってですね、努力する人という意味であったんですね。工場に向かって勤めた人というのは、ね、師匠の握り拳というものはないんだと、ね、師匠が隠しておってですね、お前だけに見せてやろうなどということではないんですよ。私の悟った真理というものはもうすでに万人に、ね、公開されているんですよ、ね、私は師匠などとは一度も思ったことはありません。指導者などと一度も思ったことはありませんよ。共にお仲間として、道を求めてきたんだというんですね。この言葉は親鸞様にも通じますね。親鸞は弟子一人も持たず候と言われたとこはこうですよ ね、 ね、悟りを求める仲間なんだと、ね、そんな言い方をされているところがね、お釈迦様の生き方であったわけですね。
そこでここで一番有名な御言葉が出てくるわけなんですね。この世で自らを島とし、自らを拠り所として、他人を拠り所とせず、法を島とし、法を拠り所として、他を拠り所としてはならない。大パリニッパ教とありますね。まあ大涅槃行のことなんですけれどもね、この中で島って書いてありますけども、日本人の場合はどちらかというと灯火、地灯明、法灯明というふうな呼び方をした方が馴染みがあるかもしれません ね。他人を拠り所としてはいけませんよ。自らを拠り所としなさい。そして法を拠り所としてください。そういう意味なんですね。自らって自分だけのことです。自分の物差しでやるとですね、それもエゴイズムに走ってしまいますでしょう。そうではなくて、法に制御された私、自分を拠り所として生きていきなさいというんですね。えてして他の宗教でもですね、教祖様の教えによって従って道を間違ったりとかする教団もあるようでございましてね、そうではないんだとね。もし宇宙の真理に制御された自分を拠り所として生きていきなさい。これがお釈迦様の最後の、ね、遺言であったわけなんですね。これなぜ島かと言いますというとですね、インドというのは雨季になりますというと、もうほとんど水浸しの状態でね、毎日毎日のように雨が降ります。そうしますというと、陸地のようなところであってももう水浸しになりましてね、そこでちょうど河口なんかに、大きな川の河口なんかにこう中州のような島ができますね。いわゆるその取り付く島っていうことなんですけれども、これを要するに拠り所として、頼りとして生きていきなさいよという、これはインド独特の言い表し方です。日本の場合にはやっぱり灯火と言った方がね、暗闇の中でこの灯火を頼りとして、その明かりを頼りとしていくというふうな解釈の仕方の方が一般的かもしれませんですけどね、お釈迦様はそういう島を拠り所としていきなさいと言われましたね。そして多くの林のところにね、樹林のところにやってまいりました。お釈迦様は言うんですね。ああ、なんだよ、ベーサリーは楽しい、ウデーナレージは楽しい、ゴータマカレージは楽しい、この世界は美しい、人間の命は甘美なものなのだと言って、この世のすべてを褒めたたえていくんですね。そしていよいよ命を終えようとする時がやってまいります。その鍛冶工と言いましてね、鍛冶屋さんのまあ息子さんなんでしょうね、チュンダという方がですね、お釈迦様にお布施ということでですね、豚肉料理という説とキノコ料理という説があるんですけれどもね、これをお釈迦様に施しましょう、今日はこれを召し上がってくださいと言って出されます。その時にお釈迦様はもう自分の命はあといくばくもないということは知っておりました。そして出された料理が、これを食べれば私は命は尽きる、私は、ね、涅槃に入るというのを知ってたと言いますね。そこで他の弟子たちに言いますね。みんなはこれを食べてはいけない、私だけがこれをいただこうと言って、その料理を食べたと言います。そしてたちまち腹痛に襲われまして、ね、まあ、血便のようなものが出て七転八倒の苦しみになります。慌てましたのはそのね、鍛冶工のチュンダですよ、ね、自分は何のためにお釈迦様にお布施をしたかと言いますというと、ね、一般の在家の方々というのは、ね、高貴な方にお布施をすることによって、一般的なこの利益を得ようとしてたわけですね。いいことがあるであるとかですね、願い事が叶うであるとか、そういうものを求めてせっかくお釈迦様にお布施したのに、それが原因でお釈迦様が大変な苦しみをしたとなったら、これ大きな災いが起きるんじゃないかなという心配もあったんだと思いますね。そのチュンダに向かいまして、お釈迦様は申されます。チュンダよ、私がこの人生の中で二つの尊い布施をいただいた。一つはあのスジャータからいただいた父がゆであり、そしてもう一つはチュンダ、あなたからいただいたこのね、キノコ料理であり、ね、
一つは私が悟りを開くときにいただいたものであり、もう一つは私が涅槃に入るときにいただいたものである、ね、ですから ありがとうという感謝を述べていくんですね。そしていよいよ本当に、涅槃に入るときがやってまいります。体調不良をしながら歩いていくお釈迦様と、アーナンダです。アーナンダよ、私は疲れた、私は座れたい、水を持ってきておくれ、私は喉が渇いた、水が飲みたいのだ。お釈迦様も肉体を持つ身なんですね。ですからお釈迦様は心の苦しみは全くありません。しかし肉体を持つ以上、肉体の苦しみというのはあるわけなんですよね。そしてクシナーラのサラソージュ、サーラの木が2つ並んでいるそのちょうど真ん中に、そこにお釈迦様は最後の床に着かれるわけなんです。頭北面祭、頭を北に向けまして、で右脇腹を下にして、西に向かってこう涅槃の像というのがありますよね。お釈迦様が横たわってこう寝ている姿があると思いますけども、ちょうどあの姿勢となるわけなんですね。そしてこのお釈迦様が今まさに涅槃に入ろうというその時に、アーナンダはどうしていたかというと、お釈迦様がそう横たわっているそのね寝具に向かいまして、ポロ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 と涙をこぼしていくわけいるわけなんですよね。その涙をこぼしている泣いているアーナンダにお釈迦様を言われます。やめよアーナンダ、悲しむなかれ、かつて私は説いたではないか、すべてのものは生まれやがて崩れ去る、今まで私によく良いことをしてくれた、ありがとうと言っていくわけなんですね。そして最後のお言葉です。もろもろの事柄は過ぎ去っていく、怠ることなく修行を完成せよ。これが人格完成者でありましたお釈迦様の最後のお言葉であったと言われてあります。時に2月15日であった。今なお全国各地ではですね、世界全国では涅槃会としてですね、2月の19日、15日にはですね、ご法要が営まれているということなんですけれどもね。いかがでございましたでしょうか。お釈迦様のこの生涯の後半の部分でございましたですけれどもね、いろんな気づきを私たちに与えてくださるのではないでしょうかね。ね、まだまだいろんなお話もあるんですけれどもね、今日はまたざっくりお話をさせていただいたことでございましたですけれどもね、自らをよりどころとし、そして法をよりどころとせよ、これがお釈迦様の私たちに残された最後のお言葉であったと思いますね。私たちにとりまして、その法に制御された私というのは何であるのか、私たちにとって尊い法というのは一体何であるのか、私たち浄土真宗の者にとりましては、それは無量寿経であり、お念仏であると思います。それぞれのご縁にあった見教えによって、自らを制御し、ね、そして私たち真宗の者はお念仏者ともに、ね、最後の時まで精進し続けていく、お念仏もをして生きさせていただく、ね、これが最も寛容なことではないかなと思いますけれどもね。いかがでございましたでしょうか。以上、今日はですね、お釈迦様の後半生についてお話しさせていただいたことでございます。もし気に入っていただきました、グッドマークをいただけるとありがたいです。そしてチャンネル登録していただきますと、新しい動画ができるたび通知がいくこととなっておりますのでね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。Thank you.